韓国語の単語勉強第1回やっていこうと思います。どんどん単語を覚えていきましょう。最初の単語は日本。日本はどう発音するかっていうと、英語音、英と発音します。実際の発音を聞いてみると、英語音、英語音。英語音、英語音。英語音、英語音。っていう感じですね。英語音、英語が日本っていう意味です。まずこれを覚えましょう。 もう少し詳しく見ていくと、最初の単語これ。これは、イぇ、ですね。えー、まず上は丸書いて縦棒。これが韓国語のイですね。もうこれはもう超、アイウェオは韓国語の超基本となるので、えー、母音、死音ともに覚えましょう。まあ、この母音が大事ですよね。縦棒がイの母音ですね。で、イが分かったら次、下のこのパッチム。パッチムも確認していくと、これはルのパッチムです。ルのパッチム。 なんで、単純に考えて、イール、イールですよね。なんですが、パッチンは一音節で読むことが大事です。イールーボンって読むんじゃなくて、エウボン、エウボン。一単語は一音節です、必ず。なんで、イールーボンじゃなくて、エウボン、エウボンって発音するのがまず大事です。発音聞いてみると、イールーボン、イールーボンなんて言ってないですよね。必ず一音節で発音しましょう。まずそれが大事なポイントです。 で、その次は、このパッチムのるは、日本語のると違うんですよね。それが難しいんですが、普通のる、日本語のるは、ルー、ルーって発音してみてください。口を突き出しますよね。ルー、ルーって。じゃなくて、このパッチム、このるは、下を歯の裏、上の歯の裏の天井に押し付けます。いえ、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 レえ、え、え、え、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 え、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  日本語のルみたいに口を突き出してイ、イルボン、イルボンって発音するんじゃなくて舌を、舌を上の歯、上の歯の裏の天井にくっつけます。エーボン、エーボンって難しいですよね。もちろん最初はイルボンでいいんです。イルボン、日本語のルで発音してもいいんですが、まあ、このルが発音で、このパッチムのルが発音できなくても、まず一音節で読むっていうのがめちゃくちゃ大事だと思います。 英凡、英凡、イール凡って読むのはもう最悪ですね。英凡、英凡って発音して、一音節で発音できるようになったら、このパッチムのるは、下を上の歯の裏の天井にくっつける。英凡、英凡ってより正確な発音に、えー、改善していけばいいと思います。まず一音節で読んで、その次にこのパッチムは日本語のるじゃなくて、下を上の歯に、上の歯の裏の天井にくっつけるってのを覚えて発音していきましょう。 エーボン文、エーボンの医療、えー、をやりました。次は、ボン、ボンに行きましょう。えまずは、ボンの、えー、バビブベボ、このボですね。えまずは、このシーンを覚えましょう、えー。コップに水が入ったような、まあ、漢字の甘いって字にも似てるんですが、このバビブベボのシーンをまず覚えましょう。で、それを覚えたら、えー、次はオ、お。 母音ですね。母音。母音はこの大文字の t が逆さになったようなやつを、これを組み合わせて、えー、母になります。母。で、イルボンの母。母の次は、んですよね。えー、イルボンのん。これはパッチムですね。んのパッチムは3つあるんですが、今回はこの l が横に伸びたようなやつ。これが使われてますね。なんで、単純に読めば、イルボン、イルボンですね。ですが、ボンは、えー、一音節で読むんで、ボン、ボン。 で、発音します。一音節で読みましょう。ボン、ボンって発音します。で、この、ん、パッチムの、んは、えー、実は三つあります。丸に、えー、L が横に伸びたやつに四角。これ丸三角四角だったらわかりやすいんですが、この L に、L が横に伸びたやつが使われてますね。で、この L が横に伸びたやつの、んの発音の仕方は、サンダルの、んです。サンダルの、ん。サンダルの、んをゆっくり発音してみてください。さン、ん。下が、えー、 上の歯の裏の天井にくっついてますよね。サーン、サ、うんうん、ーン。この発音の仕方が、えー、この L が横に伸びたやつです。なんで、イルボンのボンも、イルボーン、で、下を、歯の裏の、上の歯の裏の天井にくっつけましょう。イルボン、ボーン、ボーン、ボーンって感じですね。まあ、ですが、ボーンを一音節,一音節で読むんで、ボン。 ボンって感じですね。すごい発音しにくいんですが、えー、頑張って練習しましょう。ボン、ボン。で、これ続けて読むと、エーボン、エーボン。下がちょっと忙しいんですごい難しいですね。発音すごい難しいと思います。エーボン。正確に発音するのは難しいんですが、まあ練習していきましょう。で、日本、散々イルもン、イルもン言ってきましたが、えー、日本語の意味は日本です。日本。韓国語に日本は、エーボン、エーボン。 ですね。イーボン、エーボンですね。もう一回発音確認しましょう。イーボン、イーボン、イーボン。エーボン、エーボン、エーボンが日本です。これで日本、イーボンを覚えました。次の単語行きましょう。次の単語は、サラン、サラン。日本語で人ですね。人。韓国語で人は、サラン、サランと発音します。下の発音聞いてみると、サラン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 。 サラン、サラン。サラン、サラン、サラン、サラン。サラン、サラン。サラン、って感じですね。もう少し詳しく見ていきましょう。最初の文字は、さ、さですね、さ、え、イエオは基本として覚えといて、さ、さ。まず、しーンは、作業のしんは、この人みたいな感じですね、人。人書いて、 えー、さ、あ行なんで、えー、この、カタカナのとみたいの書いて、人プラスとで、えー、さですね、さ。まず、さを覚えましょう。さし、せ、そのしんは、えー、人ですね、人。それプラス、母音の、えー、あ。母音のあは、カタカナのと書いて、人プラスカタカナのとで、さ、さですね、さ。で、次の文字行くと、えー、これが、らん、らんですね。えー、まず、上のら。 上のらを見ていきましょう。えー、ラらを見ていくと、この、えー、数字の2みたいな感じの、感じのおのれにも見えますが、この、まず、死音を覚えましょう。ラリルレロの死音は、このおのれ、数字の2が、えー、音です。ら行の死音です。で、プラス、えー、ラら、ラなんで、母音はあですよね。このあの、えー、カタカナのとを組み合わせて、えー、ラ、 ラっていう文字が出来上がってます。で、下の、えー、この四角。この四角はパッチムで、うんのパッチムですね。うんのパッチム。丸、L の横棒を、L は横長になったやつ、えー、四角。で、今回、うんのパッチムの四角が使われてます。単純に発音すれば、ラプラス、うんなんで、ラン、ラン、ランですよね。ですが、えー、ラムとなってますよね。それはなぜかっていうと、この四角、このうんのパッチムの、この四角のうんのパッチムは、 口を閉じて、さんまの、うんです、さんまのうん。さんまのうんはどうやって発音するかっていうと、口を閉じてます。さーん。さんまの、さんまを口を閉じ、閉じないで言えないですよね。さーんってなっちゃいますよね。さーんま、さーん。必ず口を閉じます。口を閉じるのがこの、んのパッチムです。なんで、さーら、ん、さーら、ん、うんで口を閉じて、うんって発音します。そうすると、むにも聞こえますよね。さっきの実際の発音をもう一回聞いてみると、 サラん、さらん。で、サラ、んって言ってるか、ムって言ってるか、すごい微妙なところですよね。カタカナだと、ムって表記されるんですが、実際は、んのパッチムの四角。で、この四角は口を閉じるんで、サンマの、んなんで、サラサラム、サラム、サラムサラん。で、一音節で読むんで、サラム、サラムってなります。んのような、ムのような感じになります。 大事な発音の仕方、口を閉じるんで、サラム、サラム。そこを意識すれば、ムとかンとか考えずに、えー、発音できると思います。サラム、サラム。で、発音できると思います。で、サラム、サラムが、えー、日本語で言う人ですね、人。サラム、サラム、人を覚えました。次の単語は皆さん予想できると思いますが、日本人、日本人をやっていこうと思います。日本人は、エヴボンサラム、エヴボンサラム、エヴボンサラム。 で、日本人ですね。さっきやりましたよね。エイボンが日本。で、サラン、サランが人。で、それを組み合わせるだけで、エイボンサラン、エイボン、エイボンサラン。で、日本人となります。実際の発音を聞いてみると、イルボン。あ、これはイルボンでしたねイ。イルボンサラン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 。っていう感じですね。 英語ボンサラン、英語ボンサランで日本人という意味になります。まず、ここの英語ボンと、えー、サラン、日本と人を覚えてそれを組み合わせて英語ボンサラン、英語ボンサランで日本人となります。で、今回サラン、サランを学びましたよね。このサランがあれば他に韓国人とか中国人とかいろいろ言える幅が広がるんで、このサランは忘れずに覚えてください。で、もちろん え、僕日本人なんで、英語を使う機会も多いと思うんで、英語も忘れずにして、で、それを組み合わせるだけで、英語サラン、英語サラン、で日本人となります。え、かなり大事な単語なんで、覚えましょう。英語サラン、で日本人となります。え、今日はここまでにしときましょう。以上です。え、終わりにしようと思ったんですが、果たして僕は今やった単語を書けるのか、ちょっとチャレンジしていこうと思います。まず、最初に日本。日本をやりましたよ、日本。 えー、日本は、えー、まず発音は、ボンでしたね。エボンで、イルボンは、まず、あゆえおは、まず、いは、丸書いて、えー、縦棒でしたよね。これがいいですよね。いい。で、いる。で、るのパッチムは、あの、えー、数字の2みたいな、こんな感じでしたよね。で、これで、ボンの英语ですよね。で、次、ボン。ボンは、えー、っと、カタカナ、カタカナじゃない。何言ってんだ えー、甘い、甘いのようなコップに容器が入ったような、えー、こんな感じでしたよね。で、これプラス、えー、ぼ、ぼなんで、えー、t が逆さになったやつ、大文字の t が逆さになったやつ、こうでしたよね。これでぼ、ぼで、で、うん、うん。で、んのパチムは3つあって、えー、丸か三角じゃなくて l が横になったやつか、えー、四角でしたよね。 で、今回 L が横に伸びたやつで、こうですよね。えー、下を上に、上の天井にくっつけて、ボン、ボン、ボン。で、続けて発音すると、A ボン、A ボン。これで、イルボン。これ日本ですよね。えー、とりあえず、イルボンは、えー、けました。えー、次の単語は、人ですよね、人。えー、人は、えー、サランですね、サラン。サランは、 サラん、サラん。えー、まず、さは、えー、これも人でしたよね。人プラス、あ行の、あの母音は、カタカナのとでしたよね。えー、これでさですね、さ。さ。で、さらん。えー、らは、ラは、どうだっけな、己みたいな。えー、こんな数字の2み,みたいなのを書いて、えー、っと、ら、あ行か。普通にこのとを書けばいいのか。これでらですよね、ら。さらん。 で、んのパッチ、ークさっき言ったようにこの3つあって、今回はこの四角でしたよね、四角。えー、こうですね。えー、これでさーらーん。まあ、あるいはむですよね。まあ、口を閉じて発音するのがこの四角だったので、さラらん、さムらんでしたよね。で、これで、これを組み合わせて、英語んサラン、英語んサランで日本人となります。意外と今やったばかりなので覚えてましたが、えー、継続的に書く練習をして書けるように、 しましょう。これで復習は終わります。